では後半いきたいと思います。それと回答例のところのですね、項弁1の今度6、あ、ごめんなさい、5のところを見ていただくと、令和2年12月1日の口頭弁論記述において解除するとの意思表示をしたって出てきていますね。この令和2年12月1日っていう日付自体はですね、 Y の言い分の中からは出てこない日付です。これは問題文のところですね。問題文第1問読み飛ばしていましたけれども、なおのところですね。なお不対請求については考慮しないものとし、 X の言い分 Y の言い分に基づいて XY が訴訟において主張する場合、当該主張はここです。令和2年12月1日の口頭弁論記述において陳述されたものとすると、この文章を根拠に令和2年12月1日口頭弁論記述において解除するとの意思表示をした、こういうふうにつなげてきているよということですね。こんなふうに回答に必要な前提事実がですね、言い分というその中身ではなくて、問題文、ごめんなさい、問いのところからですね、出てくることもあります。さて、ここまで訴訟物請求の出資、抗弁、再抗弁の、あ、ごめんなさい、請求原因と抗弁、抗弁の一つ目までを見ていきました。ここまではなんとかついてこれたんじゃないかなと思います。で、ここからは結構難しい、本試験問題らしく結構難しいですね。少し解説チックになりますけれども、話を進めていきます。 Y の言い分の6ところで、私は X のいとこである A を通じて X に30万円を貸しています。またここで場面が急に変わりますね。ところでなんていうことで場面が急に変わってます。 A は令和2年4月30日私に対して、 X が X の言っている事業の資金繰りに困っているのでお金を貸してほしいと言っている。ごめんなさい、 X の行っているですね、事業の資金繰りに困っているのでお金を貸してほしいと言っている。私は令和2年4月15日 X から X のためにお金を借りる代理権を与えられた。 X のために30万円を貸してほしいと言いました。私は念のため X の自宅に電話をかけたところ、 X の母である B に電話がつながりました。 B は私に対し、 A が言っていることには間違いない、 X は支給現金を用意したいと考えている。 A と X はいとこ同士である上、一緒に新たな事業を始めようとするなど強い信頼関係があるので、 A が X に迷惑をかけるようなことはない。また A が受け取った30万円を私が引き取って X に渡すことになっている。安心して A に30万円を渡してほしいと言いました。そこで私は令和2年4月30日 A との間で返還時期を同年4月1日と定めて、30万円を X に貸し渡すことを合意し、30万円を直ちに A に交付しました。 X は知り合いですので利息は特に定めていませんし、借用書などの書面も交わしていません。この30万円はまだ X から返してもらっていないため、本件中古車の代金と相殺します。ここでちょっと切りましょう。またこれバーッと読んでしまいましたけれども、整理しながらいきたいと思います。ポイントは最後に出てきた相殺しますってとこをですね、今 Y としては X から50万円の代金払えと言われて困っている。でこれに対する抗弁の一つとして契約の解除というのを先ほど確認したわけですけれども、それと合わせてですね、相殺の主張もするってことが今見てきた文章からわかるんですね。で少し事実を絵に起こしながら整理すると、Y はですね、 A に対して30万円を交付してます。ただこれは YA 間の貸し借り、つまり YA 間の金銭消費対策契約というわけではどうもなさそうなんですね。なんでかっていうと、ちょっと時系列を引っ張ります。令和2年の4月30日、4月30日にY は A との間で30万円を貸し借りする契約を締結しています。
そして直ちに30万円を交付してます。契約&交付ですね。で7月の1日が返還時期みたいです。そしてですね、ところでという6の文章に戻りますけれども、 A は令和2年4月30日私に対して X がお金を貸してほしいと言っている。私は令和2年4月15日 X から X のためにお金を借りる代理権を与えられた。ここですね、ポイントは4月15日代理権授与、これを前提に A は自分自身じゃなくて X のために Y との間で契約を締結したってことなんです。で Y は本当かよって思うわけですね。本当に代理権与えられたのかよ、不安になったんで X の自宅に電話をしたんです。そしたら母親に電話がつながって間違いないわよという、まあ、お墨付きをもらったんですね。そこで私は令和2年4月30日 A との間で返還時期を7月1日と定めて30万円を X に貸し渡すことを合意、30万円を直ちに A に交付しましたということなんです。でこれが本当だとしたらですね、Y の X に対する30万円の支払い請求権が発生しますよね。だって代理人 A という構図ですから、 A に対する30万円の支払い請求権が発生するのではなくて、金銭消費対策契約の契約主体である本人 X との間で貸金債権が発生してくるよということになります。でそうすると Y はもともと X から50万円払えと言われて困ってる。代金支払い請求権が X から Y に向かってますよね。これと Y の X に対する30万円の貸金債権とを対等額において相殺します、相殺の主張をしているわけですね。だこれも一つ公弁ですね。50万円払え、いや払いませんよ、もう相殺しますと。でここはですね、3つ、まあ、法律的な構成を組み合わせて回答しなきゃいけないんですね。一つは金銭消費対策契約の成立、一つは代理、そして一つは相殺ですね。この金銭消費対策契約、代理、相殺ってこの3つをひっくるめて相殺の公弁として機能します。いずれも品質のものなんですけれども、3つも組み合わせてくるとさすがにちょっと難易度は上がってきますね。で実際問題解く上ではやっぱりどんなに複雑になってもいつも思考回路は一緒、つまり抽象的な要件事実を思い浮かべて、そして具体的な事実を当てはめて回答用紙に答えを書いていくよということになります。で金銭消費対策契約の要件事実は何ですかって、ここは新債権法影響を受けているところなんですね。つまり従前からの要物的な契約に加えて今回惰性的な金銭消費対策契約の成立っていうのが認められていますよね。ただそれには条件があって書面で契約をすることというのがあります。でこの惰性的な消費対策契約の成立、書面を前提に、まあ、この要件事実っていうのがですね新たに想定されたもんですから、あえて今回の問題では4ページの一番下の文ですね、借用書などの書面も交わしていません。そうするとこれはもう惰性的なっていうのを考えることができませんので、普通に要物的な金銭消費対策契約の成立ということを発想していくわけですね。で今後散々金銭消費対策契約の要件事実については学習復習何度も何度もしますけれども、ここでも簡単に申し上げておくと、
金銭授受と返還約束っていうのがまず金銭消費貸借契約の成立の要件として必要です。お金を貸し付けてそれを返してもらう約束をするよ、これが成立要件ですね。そして終了の要件、実際に貸した金返せというためにはですね、金銭消費貸借契約の終了の要件を満たす必要があります。でこれは返済時期が定められているかどうかによって変化するんですね。返還時期が定められている場合についてはその合意とその日が到来したこと、これが要件事実になるし、返還時期の定めがない場合についてはもう返してよという履行の催告をし、その催告から相当期間が経過したことというのが要件になってきます。解説のですね7ページのところを見てください。真ん中あたりに表があるかと思うんですけれども、これはもう常識に今後していかなければいけないところですね。消費貸借契約の成立要件としての金銭の返還約束と金銭授受、つまり交付ですね、そして終了を基礎づける要件としての返還時期の合意がある場合についてはその合意とその時期が到来したこと、返還時期の合意がない場合については履行の催告と相当期間を経過したことというのが必要になってきます。で今回効果としては X と Y との間の金銭消費貸借契約なわけですけれども、間に代理人が入っていますね。そうすると代理構成としての要件事実を主張しなきゃいけない。代理構成の要件事実としては代理人と Y が契約を締結したこと、でその時にその代理人として契約をしたものが本人のためにすることを示したっていう件名が必要ですね。そして件名をするだけではダメで、もともと代理権が与えられていることということが要件になってきます。だから A が契約を締結しました、その効果が X に帰属するための要件は何ですかって言ったら、 A が契約締結時に X のためにすることを示したこと、件名ですね。そして X が A にその契約行為に関する代理権を授与していたこと、これが必要になってきます。1ページ戻ってですね、解説の6ページ真ん中あたりに ① から ⑤ と書かれているところ、この上3つですね、 AY 間の契約の成立、つまり代理人と Y が契約をしたよということ、そして A の件名、本人のためにすることを示したよということですね。そして1に先立って X の A の代理権授与の事実があること、これが代理構成の場合の要件になってきます。これを組み合わせて回答していくよということになります。ただ金銭消費貸借契約が成立したよってそこまで言うんでは不足ですよね。つまり今公弁として総裁の主張するためにその総裁主張に用いる貸金債権の基礎づけるということで要件事実をこう思い浮かべているわけです。つまりは総裁主張までしないと意味がないわけですね。だから最後に総裁の意思表示というのが加わってくるぞということをですね、この ① ② ③この先見ます。④ 金銭消費貸借契約の終了、そして受動債権につき Y が X に対し一定額について総裁の意思表示をしたことということをですね。でこの総裁の主張についてもさっきの解除の主張と同じようにですね、問題の文面冒頭第1問のところに出てきた、令和2年12月1日の口頭弁論記述において主張するって、そこを引っ張ってきてですね回答していきます。あっちこっち言ってすみませんけれども、回答例見てください。回答例ですね、証文括弧4の口弁2、今確認した抽象的な要件に具体的な事実を当てはめて回答のところに答えを書いていきます。公弁に総裁の公弁の要件事実、 1. Y は A に対し令和2年4月30日30万円を貸し付けた。 2. 上記時の金銭消費貸借契約の締結の際 A は X のためにすることを示した。3. X は A に対し令和2年4月15日上記1に先立って X のために金銭を借りる代理権を与えた。4.
Y と A は上記1に際し貸金債務の弁済期を令和2年4月1日と定めた。5、令和2年4月1日は到来した。6、Y は X に対し令和2年12月1日の口頭弁論期日において上記1の貸金債権をもって請求原因の要件事実1の X の代金債権とその対等額において相殺するとの意思表示をしたと。ここまでが総裁の公弁の話ですね。さて、ここから先のですね、再公弁、再再公弁、ここはさすがにかなり難しいところに入ってきますので、今回のイベントの中ではさらっとだけ確認しておきますけれども、X の言い分を読み飛ばしていますので、それを前提に見ていきます。X の言い分6のところですね。Y は、私がいとこである A を代理人として Y から30万円を借りたと言っているようですが、事実はありません。A は昔からひどい浪費癖があり A の交際相手のお金を勝手に使ったこともありましたので A を通じて他人からお金を借りるなどという行為をすることはありえません。 Y が A に30万円を渡したということが本当にあったとしてもおそらく金に困った A が Y から受け取った30万円を持ち逃げしたのだと思います。仮に私が A に対して金銭を借りるための代理権を与えていたとされたとしても A は私の利益のためではなく A 自身の利益のために Y から30万円を借りようとしていたことは明らかだと思います。Y と A は同じ職場で働いてもいますし Y はこのことを当然していたと思います。仮に Y が A の目的を知らなかったとしても Y は以前から A にはひどい浪費癖があり A の交際相手のお金にも手を出していたことを知っていました。また令和2年4月29日 Y が A から支給現金が必要だが手元に資金がないので貸してくれないかと言われたと話しているのを私自身聞いていますから Y は A 自身が金に困っていたという状況もよく知っていました。このように Y は A が自分自身の利益のために30万円を借りようとしていることに簡単に気づくことができたはずですから A の行為について私が責任を負うことは納得できません。まあ X としては代理権なんか与えてないよと言っていてそしてその後の7の文章でですね A が自分の利益のためにお金を Y からもらい受けたのだということを言っていますね。で難しいとは言いつつもこれどんな構成が成り立ちうるかちょっと考えてみてください。まあ、今代金払えという主張に対し被告の方が解除するということと相殺するということを言ってきている。で相殺すると言ってきているその中身を見ていくっていうと Y は X 代理人 A に30万円を貸したという事実があるからその代金債権をもあごめんなさい貸金債権を持って相殺するということを言っている。だけど X はいやいやありえない A に代理権なんか与えてないし A が仮に代理人として借り入れたとしてもそれは自己の利益のために行ったのだということを言っている。そしていやいや Y さんあなたも浪費癖があったりお金に困っていることを知ってたでしょう自分のために使い込むということを分かったはずでしょうということを言っている。ここは民法107条、まあ、これも改正によって新しくですね整備されたところですけれども代理権内容の条文ですよね。つまり代理人がですね自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合においては相手方がそのことを知りまたは知ることができた場合については代理権のない者がした行為とみなすという代理権内容の話がバッチリ当てはまるんですね。で代理人がですね今回でいう A が自己の利益を図る目的で今回第三者っていうよりは自己の利益を図る目的でしているぞこれバッチリ当たりそうだしそしてその条文から出てくる要件ですねそのことを相手方が知りこれ知ってたでしょうっていうことをですね X は言ってます。仮にという7の文章の一文一番ごめんなさいこの仮にの段落の上から4行目ですね Y は当然知っていたと思います。A が自分の利益で契約しているってことを知ってたでしょう。これでもって再公弁を一つ立てることができます。
でさらにはそこから X ですね、延々とこうあれこれ言ってるわけですね。でその中身は何かっていうと、いや知ることができたでしょうと。だから民法107条を見たときに、あの代理権の範囲内でした行為であって、そのことを相手方が知りまたは知ることができたって、このまたは知ることができた、知ることできたでしょう、この要件に合致するような事実をですね並べ立てているんですね。だからここでもう一つ最高弁が成り立ちうるんです。あとはちょっと回答を例のところを見てしまいますけれども、回答例の2ページですね、証文括弧5、最高弁の要件事実、最高弁1、公弁2、総裁の公弁に対する代理権内容の目的についての悪意の最高弁の要件事実、1、 A は自身の利益を図る目的で X の代理人として Y から30万円を借りる意思表示をした、 2、 Y は上記1の事実を知っていたと。あの107条のですね、代理権内容の要件を満たすっていうと、代理権のないもののした行為とみなすなんですよね。無権代理行為になるんです。つまり本人に高額帰属しませんので、だから最高弁として機能するよということなんですね。そしてこの107条またはということで場面を2つ想定しているけれども、このどっちをも X は主張していますから、もう一個最高弁として立てる。回答例、最高弁に、最高弁に、あ、ごめんなさい、公弁に、総裁の公弁に対する代理権内容の目的を知ることができたことの評価根拠事実の最高弁の要件事実、 1. A は自身の利益を図る意図で X の代理人として Y から30万円を借りる意思表示をした、 2. Y は上記1の事実を知ることができた、で括弧、代理権内容の目的を知ることができたことの評価根拠事実、あ、Y と A は同じ職場で働いており、 Y は以前から A にはひどい浪費癖があり、 A の交際相手の他にも手を出していたことを知ってた、 Y は令和2年4月29日 A から支給現金が必要だが手元に資金がないので貸してくれないかと言われたと話しており、 A 自身がお金に困っていたという状況もよく知っていたと、まあ、これが最高弁になるんですね。で何度もですね、あの評価根拠事実という言葉が出てきていますけれども、まあ、簡単にだけ言うと、あの要件としては事実を主張していくんですよというのが基本的な発想なんですけれども、法的な評価が成立して初めて要件を満たすという場面がいくつか出てきます。例えば過失とかですね、あの過失があったんだ、それなんで過失があったと言えるんですか、それは赤信号を無視したからだとかですね、なぜ過失があったと言えるのか、その過失を基礎づける具体的な事実を主張しなきゃいけない、まあ、そんな場面があります。法的な評価の成立を基礎づける具体的な事実を主張しなきゃいけないよといった時の、その法的な評価を基礎づける具体的な事実をもって評価根拠事実と呼ぶんですね。これはちょっと難しいことなので、あの後々あのしっかり理解すればいいですけれども、純粋に事実を主張することによってそれが要件に該当する場面と、法的な評価の成立が要件の該当のために必要なものとがあります。で法的な評価の成立、これを基礎づけるために主張すべき事実のことを評価根拠事実っていうんですね。まあ、そんなものがいくつもこの法の中で出てきているということですね。さて、最後に再々公弁のところですけれども、まあ、これまず答え見ちゃいましょう。証文括弧6の再々公弁の要件事実、代理権内容の目的を知ることができたことの評価根拠事実の再公弁に対する、代理権内容の目的を知ることができたことの評価障害事実の再々公弁の要件事実、代理権内容の目的を知ることができたことの評価障害事実、 Y は令和2年4月15日 X の自宅に電話をし、 X の母 B に対し A が Y から借りて受け取った30万円は B が引き取って X に渡すことになっている旨確認していた、まあ、先に答えを見てしまいましたけれども、あの X の側で代理権内容のところで
知ることできたでしょうってことを言ってきているわけですよね。知ることできたでしょうということを言ってきているわけだけれども、これに対して Y はいやいや、その契約を締結する前に X の実家に電話をして、で母親 B から確認したんだよ、まあ、これをですね再々公弁として当てていっているよって、まあ、こういう構図なんですね。まあ、ここまではちょっと内容はですね、今回はそんなに深く考えなくていいです。まあ、こんなことで、この問題では再々公弁まで聞かれてきています。でそして次の問いはどんな問題かっていうと、小問括弧7ですね。問題文をちょっと確認しますけれども、本説例において X が Y に対して訴えを提起しないまま令和8年4月2日に至ったとします。その間において Y は令和5年4月1日 X に対し、本件売買契約に基づく代金50万円は必ず払うので支払いを猶予してほしいと一方的に告げていたという事情があったとした場合、令和8年4月2日時点において本件売買契約に基づく代金債権について消滅事項は完成していますか、結論およびその理由を書きなさいということですね。 X が Y に訴えを提起しないままかなりの時間が経ちました。代金払えって言わずにずっと年数が経ってしまったんですね。で相当未来のこと言ってますけれども、令和8年4月2日まで至ってしまったよと。でその間に Y は令和5年7月1日にいや必ず払うからちょっと待ってくれ頼む、まあ、こういうことを言っているよ、事項は完成してますか、まあ、こういう問いですね。まあ、これは今の皆さんでも答えられそうな問題ですね。今回の事例っていうのは、2020年4月1日の新債権法、これが施行されたことを前提に解かなければいけない問題でした。でこの新法のもとにおいてはですね、基本的には5年で事項が完成するよということが出てきてます。つまり客観的な事項のその起算点から10年、権利行使できる時から10年ということと、権利行使できることを知った時から5年ですね。で契約に基づく権利っていうのは、これはいつから権利行使できるかってこれ契約の当事者は普通知ってるんで、基本的には契約行為に関する債権というのは5年で時効にかかるわけですよ。そうすると今回の売買代金債権についてもですね、5年で時効にかかるよという話になってくる。つまり令和2年7月1日が代金の支払い日ですけれども、そこから権利行使できるんだよということを当然 X は知ってますから、そこから起算して5年で時効が完成するよということになりそうですよね。だけれども令和5年7月1日に Y の方で必ず払うから待ってくれと言ってるっていうんです。これどう評価します？必ず払うから待ってくれって、これ債務承認ですよね。で債務承認をしたってことは、まあ、これは古い言い方で言うと時効の中断に該当するじゃないですか。で新法の言い方で言うと時効の更新の自由に該当しますよね。だからここでリセットされてしまうということになる。したがって令和8年の段階においては時効は完成していますか、していませんよっていう、そういう答えになりますよね。回答例見ていきましょう。結論、令和8年4月2日時点において本件売買契約に基づく代金債権について消滅事項は完成していない。理由、 Y が令和5年4月1日 X に対し本件売買契約に基づく代金50万円は必ず支払うので支払いを猶予してほしい旨告げていたことは Y による当該代金債権の承認にあたるので民法152条1項に基づき当該時点で代金債権についての消滅事項は更新され、時効期間は同日から5年間となるからであると。回答例なんで綺麗にこう条文番号とか入れてますけれども、実際に皆さんが現場で書くときにはですね、条文番号は書かなくていいです。危ないですから逆に書かない方がいいですね。さて続きです。小問括弧8、本件訴訟において Y が Y の言い分の下線部記載の主張をしたところ、 X が次の1、2の対応をし、裁判所は口頭弁論の終結をしようとしていると。これらの場合、裁判所は Y の主張する事実を証拠調べをすることなく認定することができますか、結論および理由を書きなさいと。まず丸1、 Y の主張する事実は知らないと陳述した。
丸に Y の主張する事実に対して何らの陳述もしなかったと。今回あんまり強調しなかったですけれども、認否っていうのがありますね。これ民事訴訟法で勉強しているはずですけれども、裁判の過程でですね、相手方の主張のどの点を認め、どの点を争うのか、その態度決定をですね、こう表明しなきゃいけないと。これを認否っていうわけですけれども、否認や不知、沈黙、自白なんていうのがありました。この認否のレベルがですね、まず出てきてます。つまり Y の主張する事実は知らないよと陳述した。不知の陳述ですよね。そして ② のところが Y の主張する事実に対して何らの陳述もしなかった沈黙ですね。この不知と沈黙があった場合にどうなるか、証拠調べが必要になるかどうかということと絡めて聞いてきています。一番最初の方でですね、事実主張レベルと立証レベルを分けてくださいねということを強調していましたけれども、立証が必要な事実って何ですか。これ要証事実って言いますね。立証が必要な事実のことを要証事実、逆に立証が必要ない事実って何ですか、これを不要証事実って言いますけれども、これを整理することが重要なんですね。なんでかというと、立証活動をしなきゃいけないよっていうと、これ結構労力いります。エネルギーもいるし時間も使うしということで、労力かかります。だから手続きをですね、円滑に迅速に合理的に進めるためには、要証事実と不要証事実とをしっかり整理しておくことが重要なんですね。でそのために求められるのが認否、相手方の主張する事実のどの点を認め、どの点を争うのかをはっきりさせておくんです。つまりこれはどういうことかっていうと、弁論主義の第二テーゼを思い出しましょう。当事者間の主張が一致している場合についてはですね、裁判所はそのまま判決の起訴にしなければならないっていうのがあるわけです。 X の言っていることと Y の言っていることが一致する場合は、そのまま判決の起訴としなければならないんです。つまり立証活動はですね、その一致している事実についてはしちゃダメなんですよ。そのまま判決の起訴としなければならないから。例えば Y の言い分見ていただくと、 Y の言い分に、私は X から令和2年6月1日代金50万円を4月1日に支払うという約束で本件中古車を購入し、その日のうちに本件中古車の引き渡しを受けましたって言ってますよね。この部分って X の言ってることと完全に一致しますよね。で X は請求原因として、6月1日本件中古車について売買契約を締結した、これを根拠に50万円払えということを言ってきてる。被告 Y は、いや契約なんかしてないよ、50万円なんか払わないよって言ってます。そうじゃないんですよね。契約は確かに締結したよ、だけど不具合があるから解除します、だけど30万貸してたその債権と相殺します。こういうことを根拠に払わないという態度をしているわけです。つまり原告 X がですね、売買契約の締結の事実を主張してますけれども、この点については Y としては争わないんですよ。自白してるんですよ。主張する事実が一致してますからね。そうするとこの一致した事実については立証活動っていらないんです。弁論主義の第二テーゼを思い出してください。当事者間に争いのない事実はそのまま判決の起訴としなければならない。だから原告 X の証文確保3で回答例に書いた請求原因の要件事実、この部分っていうのは Y は争わないんで自白するんで不要証事実になるんですね。これが不要証事実。逆にですよ、言い分が食い違ったらどうなるかっていうと、それは要証事実になります。つまり仮に Y がいや売買契約なんか締結してないよ、だから代金払わないよってそういう態度だった場合、裁判官としては、 X 契約締結したって言ってるけど Y 契約締結してないって言ってるしな、これ契約がそもそも
あったんだかなかったんだか、そこの自立関係がよくわからんなと、まあ、こういう状況になりますよね。そうだとしたらそれは立証しないとダメです。当事者間の言い分が食い違った場面では立証が必要なんですね。そうすると要証自立ということになってくる。だから認否を通して相手方の主張を認めんのか認めないのか、つまりは要証自立になるのか不要証自立になるのか、ここをしっかり整理しとくってことが審理の合理化、のためには非常に重要なんです。でこれを前提にもう一回話を元に戻しまして、認否っていうのは否認不知沈黙自白って4つあるんですけれども、今問われているのはですね、下線部分 Y の言い分の7の下線部分、私は4月30日 A との間で4月1日を返済時期として30万円を貸し渡すことを合意、30万円を直ちに A に交付しました。これ Y がそう言ってますね。総裁の公弁主張のためにこの事実を主張してきています。でこれに対して X がどういう態度を取りますか。聴聞の括弧8のところではですね、パターン2つ挙げてます。1つ目のパターンとしては、いや知らないって陳述するっていうパターンですね、不知のパターンで、丸2のパターンは何の陳述もしない沈黙のパターンですね。でさっき説明してた認める自白した場合については、当事者に争いのない事実だから不要証事実になるよ、争う全く言い分が食い違ってる場合については立証が必要になるよ、要証事実だよ、ここまではいいと思うんです。否認不知沈黙自白、沈黙や不知の場合はどうなりますかってことをですね。で証文括弧8で問われているパターンその1の知らない不知の陳述をした場合、これは争ったものと推定されます。争ったものと推定されますってことは要証事実ですよね、立証が必要、争ったものと推定されるんだから立証が必要。だから証文括弧8のですね、問いはこうです。裁判所はY の主張する事実を証拠調べをすることなく認定できますか。パターン1の場合は認定できませんよってことになる。だって知らないという不知の陳述をしたらそれは争ったものと推定されるんだから、だから立証が必要であると。したがって Y の主張する事実を証拠調べをすることなく認定することはできないという答えになるんですね。じゃあパターン2はどうかというと、何らの陳述もしなかった沈黙です。で沈黙の場合についてはですね、当該事実を自白したものと偽証されます。沈黙の場合については当該事実を自白したものと偽証されます。何もだって反論しないんだもん、それは認めたってのと同じでしょうということですね。ただ弁論の全趣旨、弁論の全趣旨を見て取ったときに、それは争うものと認定される場合を除きですね、まあ、基本的には沈黙していると自白とみなされるよということです。で自白とみなされるってことは、自白とみなされるってことはこれ争いのない事実になりますから、そうすると不要証事実になりますんで、裁判所は弁論主義の第二定勢、当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎としなければならないという定勢のもと、立証を要せずして自立を認定することができるということになるんですね。これが丸2の答えということになってきます。ちょっと難しいかなって思ったかもしれませんけれども、なんとかついてこれましたかね。このあたりもですね、勉強すればすぐ理解できるところです。ここまでが第1問ですね。まあ、もう一回、ちょっと復習しておくと、第1問のところでいつも訴訟物を請求の趣旨と要件事実が聞かれてきます。で今回は民法解釈だったんで、その知識も単純にこれ民法の話ですよね、民法の話が聞かれてきていました。そして立証自立認定相当の問いが最後に出てきています。試験対策としてはまず訴訟物請求の趣旨要件事実、ここをバッチリ取れるようにする。ただ階層が深かったんで、再抗弁や再々抗弁のところまではなかなかバッチリとまでは準備が追いつかなかったか
もしれない、まあ、そんな問題でしたけれども、学習のイメージとしては、その要件自立のところまでをしっかりやっていくよというイメージをまず持っていただければと思います。そして第2問のところをですね、ちょっと見てみます。第1問の説例において、本件訴訟が T 簡易裁判所に継続しており、司法書士 P が X の代理人として訴訟追行していたとする。この場合 T 簡易裁判所の J 裁判官は X の請求を棄却する判決を言い渡したが、 X はこれに不服であったものとして、以下の証文括弧1 に答えなさいと。証文括弧1、 P は X から特別の委任を受けて X を代理して控訴提起をすることができるか、結論及び理由を書きなさいと。 X 側に対して訴えを提起するときに、司法書士 P が X をサポートしてたんですね。どういう形でサポートしてましたかって言ったら、代理人としてサポートしていました。しかし簡易裁判所において出た判決はですね、請求棄却、負けたんですね。X の側負けてしまった、司法書士 P としては悔しいですけれども負けてしまったと、ということです。でこの場合、司法書士 P が X から特別の委任を受けて控訴の提起をすることができますか、まあ、こういう質問ですね。この第2問で聞かれていることは、どこまで司法書士が業務としてやっていいか、業務範囲のところの理解ができていますかということを聞いてきています。業務範囲の分野での出題ですね。これ結構重要なんですよ。司法書士がその関西訴訟代理と関係業務として行える範囲って限定されていますよね。つまり基本的には140万を超えない民事の訴訟です、まあ、ここに限定されているんですね。で、じゃあそこと関連してくる、例えば保全の手続きはどうですか、執行の手続きはどうですか、あるいは上訴のレベルはどうなんですか、まあ、こういうのが結構問題になってくるわけですね。で、代理業務、これが限定がかかっている一方で、書類作成、まあ、これは関西代理権なくたってできる業務ですけれども、司法書士資格だけでできる裁判所提出書類の作成業務、ここの兼ね合いもあるわけですね。その業務範囲として、代理業務としてはどこまでできるのかというのが結構厳しく聞かれてきます。でこれ間違ってしまうと弁護士法違反で、処罰の対象になってしまうということにもつながりますから、結構実務的にはやっぱり神経使うところなんですね。試験でもここはしっかり聞いてきています。ただここもですね、対策すれば普通に解けるところにはなってきます。で今 X のサポートをしていた司法書士 P、 残念ながら負けてしまったよといったときに、控訴の提起ができますか、まあ、こういうことが聞かれてきているんですね。でこれ結論的にはですね、その訴訟、関西における訴訟に携わった司法書士は控訴の提起までは代理してすることができます。そうでないと2週間の不返期間内にですね、上訴提起をしなきゃいけないよという建前があるのに、もう司法書士 P としてはもうできないんです、これ以上はできないんです、弁護士さんにご相談ください、そうやって弁護士さんの方に丸投げしなきゃいけないよっていう立て付けになってると X 困りますよね。いや2週間しか上訴提起期間ないのにその弁護士探せって言われたって困るよって、まあ、こういう話になってくるんで、基本的にはですね、その訴訟に携わった司法書士は特別の受験を受ければ上訴の提起まではして構わないよという、まあ、こういう立て付けになっています。ちょっと買い取り見ましょう。第2問、証文括弧1、結論、特別の委任を受けて代理提起できると。理由、原則上訴の提起に関する事項については代理できない、まあ、原則はできないんですね。ただ自ら代理人として手続きに関与している事件の判決決定命令にかかるものについては、控訴状を簡易裁判所に提出して控訴を提起することが例外的に認められているから、まあ、これはですね、皆さん勉強した後は基本中の基本として回答できる部分ですね。で証文括弧に見ます。控訴を提起した X は控訴審において攻撃防御方法を記載した準備書面を提出したいと考えている、どんな対応でこれに関与することができるか。控訴の提起のところまではですね、上訴します、ここまでは代理して行うことができるわけですけれども、じゃあ準備書面、ここもサポートしてやりたいんだよね、
そう思った時にどういう対応でサポートできるかというそういう問いですね。でここはさすがに代理人として出すことはできません。だってもう上訴審ですよ。上級審での審理での準備書面を代理人として出せるってなってしまったら、あれ関西の代理権だけだったんじゃないのっていう話と整合つかないですよね。ですから準備書面の提出、これを代理人として行うことはもちろんできないんです。ただ一方で裁判所提出書類の作成業務という意味においてはこれ縛りないですから、そういった形でのサポートはできるんですね。回答例を見てしまいましょう。司法書士 P は X を代理して当該準備書面を控訴審裁判所に提出することはできないので、 X からの依頼を受けて攻撃防御方法を記載した準備書面を作成した上でその提出自体は X に委ねるという対応でこれに関与することができると。理由、司法書士が訴訟代理をすることができるのは簡易裁判所における手続きに限られるが、司法書士は他人の依頼を受けて準備書面を含む裁判所提出書類を作成することができるからであるということですね。まあ、ここも勉強すれば基本的には点数につながるところです。そして最後第3問ですね。第1問の説明において司法書士 Q は X の訴訟代理人として本件訴訟を追行していたが、本件訴訟の継続中 Y から A に対して無限代理の責任を追及する損害賠償請求の手を提起したいとして訴状作成の依頼を受けた。この場合 Q は Y の依頼を受任することができますか。これは倫理の問題ですね。いわゆる倫理の問題、登記業務と裁判業務とで決定的に違うのは何ですかって言ったら平和的な業務かそうじゃないかですね。つまりそれは何を意味するかっていうと、登記申請の権利者義務者という双方からの依頼を受けて手続きを代理できるという登記の業務に対して対立している XY 双方からの依頼を受けて双方をサポートするってことは倫理的にやっちゃいけないんです。そりゃそうですよね。訴訟の代理になるってことは依頼人の利益のためだけに 100% 活動しなきゃいけないよってことなのに、 X の肩は持つわ、ま、Y の肩も持つわ、それわけわかんないじゃないですか。どっちを勝たせんですかって、それじゃ司法書士の裁量一つなんですか、もうわけわかんない。それは倫理的にやっちゃダメなんですよ。ただ微妙なケースっていろいろある。つまり X の代理人として Y に対して訴えを提起してるんだけれども、 Y からじゃあ全然違う登記に関する依頼を受けたとき、これを受けていいですかとか、あるいは Y の X に対する全く別の請求について Y の代理になることはできますかとか、あるいは Y の A に対する請求について代理することができますかとか、じゃあ代理人じゃなくて書類作成業務としてだったらどうですかとかですね、いろんな場面が想定できるんですね。でそのいろんな場面について司法書士法上の規制が、まあ、一定程度こう想定して課されているわけですけれども、それプラス司法書士倫理っていうのを皆さんこれから学習していきます。司法書士法の縛りから漏れてしまっている類型について司法書士倫理でフォローして規制してるんですね。だ法による規制、倫理による規制、まあ、この2つ合わせて私ざくっと倫理の分野というふうに呼んでしまいますけれども、倫理による規制がかかってるよと。でそれを倫理的に業務を受けていいかどうかっていうのを判断させる問題が必ず1問出ます。で今回も第3問で出ていて、この配点が7点もあるよということですね。で今回中身は突っ込みませんけれども、まあ、X の代理人になっている司法書士がですね、 Y から Y に対する訴訟の書類作成の依頼をされたときにこれを受けていいですかっていう、こういう問題ですね。でこれはですね、私当初は受けれないという筋がですね一番いいかなというふうに思って、試験2020年のですね試験が終わった後、2日後ぐらいかな、初見でもってこう私の感想とかコメントを載せた、まあ、ブログ記事書いたんですけども、そこでは、まあ、受任すべきではないという筋で書いたんですけれども、この回答例ですね、回答例は、公案、乙案、2つ答えが併記されています。まあ、乙案というのが私のですね結論を
前提にした受任できないという数字の回答ですね。で、公安というのは例外的に受任できる、まあ、条件付きで同意があれば受任できるという答えですね。で、これはですね、2つ併記されているとややこしくなりますので、今現段階においては公安の方がですね、これ、最近発表された法務省のその出題の趣旨とはですね、どっちかというと整合する、だから普通に素直に、まあ、素直に考えると公安の方の回答になるんですけれども、そっちの方が筋としては趣旨に沿うかなというふうに今考えていますので、オツアの方はですねちょっと確保してしまって、公安が最終的な結論だぞということで、このレジュメ見ていただければと思います。で、内容についてはですね、これ以上はコメントは控えておきます。ということで、あっという間にもう2時間になるところですけれども、まあ、実際こう問題見てみると、まあ、いろんな不安が生まれたり、また逆にいろんな安心が生まれたりしたんじゃないかなと思うんですね。まず皆さんが今持っている民法の知識、そして民事訴訟法の知識でもってある程度もう理解できてしまうんですよ。前提として必要になってくる知識っていうのは結構もうすでにあるんですね。もちろん要件事実固有の考え方とか表現、例えば評価根拠事実とかですね、あるいは業務範囲とか倫理、まあ、この辺は全く新しく勉強することですけれども、まあ、そういった面もあります。あるけれども本当に必要なその民法と民事訴訟の知識に関してはもうすでに皆さん持ってます。ただ安心して、そういう意味では安心してほしいんですけど、ただ安心しきっちゃダメ、やっぱりそれなりに訓練が必要です。つまりどういう訓練かっていうと、要件事実、請求原因、抗弁、再抗弁、再々抗弁と分類整理していく技術であったり、あるいはですね、文章として表現する技術が最終的には必要です。これはやっぱり訓練していかないと身につかないですね。まあ、これを今後ですね、学習の中で習得していかなきゃいけないんだ、まあ、こういったことがあります。で、筆記ですから、やっぱりこう書いていかないとですね、自分で手を動かして汗かいていかないとですね、なかなかこう力伸びません。ですので、これ早い段階から書くことが重要だということを認識しつつ、ある程度やっていく必要っていうのが出てきますね。もちろん本格的なその学習っていうのは、もう少し後、体系的にインプットした後でも構わないんですけれども、最終的にはやっぱり書く訓練しなきゃいけないよということですね。まあ、そうした訓練が必要だよ。ですから舐めずにですね、しっかりやっていただければと思います。あと試験戦略的には、第2問第3問のところ、ここもバッチリ取らないと苦しくなります。どうしても要件事実というですね、キーワードにとらわれてしまって、そこの勉強やっぱ楽しいですしね、そこに集中しがちなんですけれども、試験戦略的には20点近く配分されている倫理や業務範囲のところをしっかり取っていくことが絶対に基地ですから、ここのところも対策としては怠ってはいけないよということになります、ということですね。まあ、特別研修の日程、認定講師の日程がですね、まだはっきりしていない段階で、どれくらい準備期間取れるかということがまだわからない状況ですから、なかなかこう学習のスケジュールをバチッと決めるっていうのは難しいのかもしれませんけれども、ただ今年はですね、例年と違って、私の方もですね、この対策講座のところを最終合格発表のあとすぐ受けれるように、もうすでに入門編、理論編、ここのところはほとんど取ってます。もうすぐに聞き始めることができる状況にさせていただいてますので、こんなものをうまく活用しながら、例年のその最終合格者よりもですね、環境としてはすぐ聞ける環境を作らせていただいてますので、うまくここを活用して早めのスタートを切ってください。で、最後にどんな組み立てになっているかっていうのを簡単にだけご説明します。認定証書士への道という書籍がですね、これは理論編なんですけれども、3部作であります。一つが入門編、一つが理論編、一つが実践編。入門編は100ページぐらいの薄い本です。初めて要件事実を勉強する皆さん向けに書いた、非常に優しめに書いた本ですね。要件事実にフォーカスして書いた本になってます。つまり倫理業務範囲とかその辺はですね、細かいこともなしに、もう要件事実にフォーカスして書いた一冊、まず初めのその一冊を、講義としては6時間使いながら学習をしていきます。
でそれを前提に今度本格的にインプットをしていきます。それがこの理論編ですね。まあ、ここでは15時間ですかね、3時間の講義を5コマ使いながら、だいたいこれも350ページぐらいありますけれども、これをしっかりと読み込んでいきます。で今度はですね、倫理とか業務範囲とかその辺も含めて学習をしていく一冊になってます。オールインワンの本ですね。そして3部作目の3つ目、実践編のところはこれアウトプット、実際問題を解かないとなかなか技術身につかないよということで、アウトプットでこれ過去問を編集し直してですね、訴訟の類型別に分類して整理して、編纂している書籍になります。もう過去問もですね20年近く分ありますから、全部が全部こう1年度ずつ解いていくとすごく大変だし、そこまでやる必要もないですから、必要な範囲で、そして、皆さんが解きやすいようにですね、その類型別にこう整理し直した一冊を最後に用意しています。でこの実践編のところも3時間かける5個まで15時間という形ですね。であとはですね、直前のところで模試もですね2回ほど用意させていただきます。これはちょっと、認定講座の日程出てから確定させようと思ってますので、まだ日程は発表していないんですけれども、結構ですねここ数年当ててます。私だけじゃなくてですね、石山先生という伊藤塾屈指のこう、中での制作者がいるんですけれども、結構その石山先生が当ててくれていてですね、結構助かりましたというお声をですねいただいていますので、まあ、最後にその直前のところで2回模試を受けながら、仕上げていくという、まあ、こういう組み立てになっていますね。もちろん特別研修100時間の中でも関西訴訟を行うための必要な知識スキルを身につけるというそういうコンセプトのもと勉強していくんですけれども、必ずしもやっぱり試験対策という意味には直結していきませんし、また特別研修待ってたらちょっと勉強期間がですね短くなりすぎます。ですからもう今から自主的にスタートを切るっていうのがこれ絶対にいいこうおすすめですから、できればですねぜひ一緒に学習をスタートしていきましょうということですね。ということで時間が来てますので、今回のイベントはこれくらいにしておきたいと思います。まあ、今回の2時間を通してどんな感じで勉強すればいいのかなっていうイメージが持てたらいいかなと思います。それではお疲れ様でした。